デックレベルさせていいたただきたいなと思いますすこれですね、えー、とあるスキー場で見つけた、えー、デックなんですけど赤と青ですね、これ非常にいいデザインなんじゃないでしょうかね、えー、これは馬をモチーフにされている、えー、まあ、あれですかね、えーまあ、デックかなと思うんですけども、あ見てくださいよね、えー、この表向きの方なんですけど、これなんとなくね、えー、これはバイシュクルですとかね、そんな感じですよね。お このシールないですね。これ高評価だと思います。そしてこれ金のシールなんでね、えー、ここもなんとなく高評価かなというふうに個人的には思います。さて、それでは開封させていただきましょう。まず青から行きましょうかね。はい、えー、この箱に入ってってるということで、非常にこう高級感がある感じがね、えー、するかなということでね。 はい、えー、開けてみたいなと思うんですけども。あー、すごいな。はい、えー、広告カードが1枚ついてたんですけど、えー、なんとスキー場でね、えー、たまたま見つけたカードではあるんですけど、なんとエンボス加工がされてました、これね。えー、これめちゃくちゃ効果高いですね。しかし、えー、硬いですね。 これ、サーカスみたいな感じなんですかね。まあ、イメージとしてはね。で、マークなんですけど、これね、スペードのエース、こんな感じですよね。はい、ファン広げるとこんな感じですね。エンボス加工してあるので、えー、まあ、非常にこう見やすいかなと思います。で、えー、これね、ハートのジャックとかこれね、F 弾に関してはこれ、倍縮とほとんど変わんないんじゃないかなと、個人的には思いますね。で、これなんとなくね、えー、ヌメット感がありますので、これ、台湾製ですかね。 ええー、まあ、間違ってたらすいません。これはおそらく台湾かなと思うんですけども、えー、made in BWCD。これどこの会社でしょうかね。えー、これもしわかる方言ったらぜひコメント欄に書いてください。えーと、硬いです。はい。非常に腰があるデックかなということで、これ一瞬サーカスかなと思ったりもしましたね。 パロ行ってみたいと思います。えー、今回はこれね、エンボス確保もされてるということでね。えー、あのこれね、このデック見た瞬間に、あ、これ私に買えと言ってるんだなということで、非常にね、えー、値段的にも550円とあまりにも安すぎるということでね。はい、えー、この向きではもう全然入らないですね。これは当てにならないと思います。はい。 あの、サーカスとかね、えー、中にはこう、ファローが全く入らないやつもね、中には存在するんですけども、今回のデックはどうでしょうかね。えー、裏、こちらの向きでは全く入らなかったんですけども、えー、こちらの向きではさてどうだということなんですけども、はい、えー、きついですね。きついんですけども、えー、頑張れば入りそうな気がしますね。表向きよりはまだ入りそうな感じがするんですけども、あ、ベラベラになっちゃった。えー、ベラベラになっちゃったんで、これは多分おそらく入らないんだと思いますね。 まあ、しょうがないんで、こんな感じでやっていくしかないと思うんですけども、模様的にはね、まあいいんじゃないかなということでね、これが550円で裏てたテックです。はい。まあ、パローがね、ちょっと入らないっていうところでね、まあちょっとあれですけども、まあ550円のね、テックならば、まあこんなもんかなという感じですよね。まあ、品質的に言ったら、まあ、バイシクルとかよりは、まあちょっと悪いかなって感じですね。 えー、このなんとなくのこのヌメとかが非常になんかちょっと嫌だったりしますね。で、まあファンとかもね、こう綺麗に広がりますんでね。で、メフェイス面のね、えー、感じですけど、こんな感じ、このね、馬のデザインがね、なかなかいいんじゃないでしょうかね。で、あと多分これがジョーカーだと思います。まあ色違いですけどね。えー、こちらが、えー、まあ、サブのジョーカー。こっちがメインジョーカーかなとは思います。えー、これはどこで作られたらね、えー、形かなと思うんですけども、 はいえー、なんとなくですけども、なんかこのなんか見てたらこれ台湾戦かなという感じがしましたね。これはまあこんな感じかなと思います。はいえー、ということで、まあおそらく台湾製だと思いますね。これちょっと日本でこうなかなか売られていないデッグなんじゃないかなと個人的には思いましたね。はい で、箱のね、これ内部のデザインとかもね、結構凝ってたりするので、まあこれも高評価かなと思いますね。まあなんで言うて、まあデメリットとすればちょっと硬いのと、まあファローが入らないっていうことだけじゃないかなって個人的には思います。はい。えー、ということで、まあ赤のデザインとかもね、見ていけたらなと思うんですけども、ああ、これ結構パンパンに詰まってますね。これパンパンに詰まってるので、もしかしたら、えー、これ開けにくいっていう方ももしかしたらいるかもしれませんね。 はい。非常にこうパンパンに詰まってるっていう感じで、まあ、ものすごくこれスキー場で売られてたのでね、えー、まあ、そのあたりでちょっとパンパンにね、えー、膨れ上がっちゃったのかなと個人的には思いますけど、えー、これはかなりきついですね。えー、これも出すことができるのかっていうことなんですけど、とりあえずね、えー、1枚出せれば、あ、いいんですけども、出せましたね。はい。えー フェイスというか、まず裏面のね、デザインがこんな感じです。まずファンがこう、こんな感じで綺麗に広がってくれるっていうのはありがたいですね。はい。で、先ほどの、えー、青と同じデザインだと思われますね。 で、まあ、エンボス加工具合なんですけども、これはそうですね、まあ、バイシクルとま、ほとんど変わりないかなと、個人的には思いますね。で、デザインなんですけども、なんでしょうかね、こう、バイシクルとかタリホとかではあまり見ないような、ま、あ本当なデザインだなというふうには思います。で、特徴的なぬめり、そしてこの硬さということで、これ鳴らしていけば、今、まあ、非常に使えるデッキだとは個人的には思いますね。はい。 まあ、硬いだけですね、本当にね、ただね。で、このヌメット感がね、あまりちょっと嫌だっていう方もね、もしかしたらいるかもしれませんけども。ただ、まあ、バイシクルとね、比べたときには、まあ、バイシクルよりは、まあ、少し劣るかなという感じですよね。まあ、バイシクル以上サーカス以下っていうところじゃないですか。バー、えー、バイシクル、えー、サーカス以上バイシクル以下っていうね、えー、そんな感じの、まあ、デックなんじゃないかなと個人的には思いますね。 えー、ということで、たまたま売られていたデッグをですね、見つけましてね、これは私に買えと言ってるようなね、そ、えー、んなデッグなんですけどね。はい。えー、ということで、まあ、高評価としましては、えー、シールが付いてないこと、そしてエンフォース加工があるということ、だということですね。えー、まあ、その反面デメリットというものもありましてですね、 え、硬い。そして箱から開けにくいなど、あまあ、ファローが入りにくいということがありますけれども、ただ、えー、非常にマジック向きのトランプなんじゃないかなと思います。そして、ポーカーサイズがなのが、え、何気にありがたいかなという感じだと思います。ということで、今回の動画は以上です。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画をご覧ください。それでは失礼いたします。